trx.works、trxic.com、出勤できません。飛んだかも。はい、こんにちは、ハチノです。今回はトロンマイニング投資案件ですね。結構な案件が飛び始めているようです。これね、私が調べた限りですけれども 1,2,3,4,5,6,7,8 8つのトロンマイニング案件が出勤できない状況に陥っているようですね。で、下の2つの黄色いやつですね、 trx.works と trxic.com ですけど、この2つはですね、私の方でも出勤できなくなっているのを確認しているので、はい、ちょっとね、気をつけた方がいいですっていうか、まあね、これからやる人、まあやる人、まあそれでもいるんですよね、やっぱり。はい。ね、やる人は本当に十分気をつけてね、やってくださいね。ちゃんと リスクを理解した上でね、やっていただけたらと思いますけれども、まずですね、状況整理のために、はい、ね、どうなってるかっていうところですけれども、tron.pe ですね、こちらの方は、はい、ね、出勤申請してから着金しないという感じですね。はい。こんなやつですね。はい。で、tronqrq.com というやつ、これ私ね、このプラットフォームのやつは見たことないんですけれども、はい、これも結構な、ね、5% くらい戻ってくる案件なのかな、はい、ね、入金したら次の日から飛んじゃったみたいな人もいるので、ね、本当にそういうこともあり得るので、気をつけていただきたいと思います。はい、で、こちらが alytrx.com ですね、こちらの方も、はい、もう飛んだようです。このね、プラットフォーム、私もね、これと似たようなやつ、使ってますけれども、はい、なのでプラットフォームに依存せずに、まあ、これをね、使ってサービスを提供している業者によって、その飛び方が異なるっていう感じですかね、対応が異なるっていう感じになってると思います。はい、そしてね、こちら私もやっている TRX.works ですけれども、まあ、出勤できませんと、で、飛んだかもしれませんということで、一応ね、サイトにはアクセスできるんですけれども、出勤申請しても着金しないという状況です。でですね、一応私の方でもカスタマーの方にね、サービス部門に質問しましたね、私は TRX 出勤したんだけれども、私のウォレットに着金しませんよという質問をしたらですね、こんななんかね、答えが返ってきました。で、日本語訳したものがこちらですけども、こんにちは、 GIT への継続的なサポートに対して新規のメンバーに感謝するために元本の払い出し活動が開始されましたと、ね、基本口座にチャージ金額の 20% を入金するだけですとね。なんかよくわかんないこと言ってますよね。ね、もう基本口座にまたさらに入金しろと。参加した元本の払い戻しは24時間以内にアカウントに入金されます。参加条件、リチャージ総額の 20% をアカウントにデポジットし、スクリーンショットを送ってください。登録して返金します。今後とも GIT をご愛顧いただき誠にありがとうございます。入金はお問い合わせくださいということで、入金すれば出金させてくれるっていうね、それもなんかおかしな話ですよね。はい。で、結構ね、中国のこういうなんていうんですかね、ハイプ案件、まあいわゆるポンジ案件ですね、まあ、自転車操業なので、こうやって入金してもらうと、その入金してもらったお金をこう再配布するっていうことでね、いかにもこう出金が回ってるように見えるんですけれども、結局はね、自転車操業でこう入ってきたものから次々出しているっていう感じで、入ってくるのが止まると出すものも止まるということになってます。はい。で、もう一つがですね、トロンIC、TRXIC ですね。こちら結構ね、有名っていうか、かなり1月の早い時期からね、活動している、まあ、トロンマイニングの案件なので、結構これやってる人多いんじゃないかと思いますけれども、昨日、今日あたりからね、こういうツイッターの投稿を目立ち始めました。TRXIC 引き出せなくなった。全然現地回収できてないのにと。ね。現地回収できてないのに引き出せないということですね。はい。で、こちらの方はいろいろ書いてますね。TRXIC、マイナー TRX、TRX6、TRXSG というね、この辺も、今朝の時点で引き出せないと、ね、いうことで、つながらないというのもあるようですね。はい、こんな感じでもうね、バンバン飛び始めてますという状況です。はい、そしてですね、TRX マイニング、トロンマイニングなんですけれども、まあ、飛んだかどうかということで、ちょっとね、今回ですね、私がやっている案件、2つのケースに、ね、大別できるなと思って、ちょっとね、まとめてみましたと。で、まず1つ目なんですけれども、TRX、出金申請処理されているのに着金しないというものですね。はい、こちらが TRX.works という方なんですけれども、ちなみにこの案件ですね、
結構海外だとね、2ヶ月前とかやっぱりね1月初旬くらいからね始まったものが多くて、日本よりも結構海外で始まったんですかね。はい、いろんなまあね中南米の国、中南米じゃないか、東南アジアとかそっちの方の国ですかね、はい、が多いと思います。でですね、なんで着金しないんだろうと思ってね、いろいろ調べてった結果、はい、こちらですね、トロンスキャンというね、トロンのそのブロックチェーンのやり取りをね、検索できるサービスがあるんですけど、そこに、いつもね、着金していた、あの、送られてくるアドレスですね、送られてくるアドレスを入力して調べると、こうやってね、このアドレスに今どれだけ残高があるかと、ね、で、そのアドレスと、こう、取引したのはどういう、ね、金額かとか誰のウォレットとやり取りしたかっていうのが全部ね見れるんですよね。ブロックチェーンって本当にあのオープンなんで、ね、全部調べがつくのでこんな感じで調べることができますと。でまずですね、ここですね、残高が 0.008 ということで、もう残高がそもそもないよと。なので出金申請しても、ね、残高がないので着金しないということで、結構ですねこれ3月の17日8日くらいからですかね、はい、もうね、あの残高がこのままね増えずに、はい、着金出金申請しても着金しないというのはここの残高がそもそもないよということでした。でですね、この TRX ワークスのもう何ですかね、本当にもう詐欺としか思えないことをやっていてね、あのこのベルのマークタップすると、まあ、ニュースが見られるんですけれども、3月18日からね、まさにこう出金が滞ったところからね、こんななんか協調充電活動とね、リチャージのキャンペーンを始めましたと、ね、で3月18日から3月22日までね、デポジットをした人に対して、まあ、20% ね、返金しますよと。でそもそも 100TRX 入金して 20TRX 返金されてもね、80取られてるんだからあまり嬉しくないですよね。はい、なのにね、こういうなんかね、わけわからないキャンペーンをやって、まあ、要はね、入金を増やしてもらいたいということなんですけれども、これはちょっとね、出金できてないのになんで入金しなきゃいけないんだっていうことで、さすがにね、私も入金しませんでしたけれども、これかなり悪質ですよね。はい、もう出金できなくなって、最後の最後にね、入金してもらって、それで持ち逃げしようってする魂胆ですね。はい、なので、この TRX.works、かなり悪質な業者なので、ね、出金できないのにもうキャンペーンでさらに、ね、入金を催促していますというのと、あとね、多分ですけれども口座ごとにですね、口座を分けて、あの国ごとに、ごめんなさい、国ごとに口座を分けてなんか転々としているっていう疑いがあるんですよ。なんでかっていうとですね、これね見てほしいんですけれども、ここにねウォレットの口座が開設されたのが3月12日、ね、クリエイトオンということで、ね、この口座、このウォレットが開設されたのが3月12日なんですけれども、もうね、1週間、8日目でもう飛んでるということなので、これ多分ですね、いろんな国にこうどん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 ね、切り替えて、まあ、その国で騙して、騙し取ったらまた次の国へ行ってっていうね、まあ、そんなことをやってる業者なんじゃないかなと思います。これかなり悪質なんでね、もうあの TRX.com ね、もうやらないと思いますけど、もしね、あのこれから、ね、ここにやろうとしてる人がいたらね、止めてくださいね、本当に、戻ってこないので、はい。そして2つ目ですね、ケース2として、元本回収したら出金できなくなるというケースが、はい、発生していますと。で、そのケースに該当するのが、こちらの DRXIC ですね。はい、これ、かなり老舗っていうか、早い時期からね、活動していた、まあ、トロンマイニング案件で、今後ね、見ていただくと分かるんですけど、このアカウントを作ったのが1月13日と、ね、いうことで、まあ、約2ヶ月ちょっと動いていたんですけれども、こちらはですね、まだね、かろうじて残高があるんですよ。7544ということで、まだ残高あるのに出金できないということなので、これはどういうことなんだろうと思って、まあ、いろいろ調べてみたら、またツイッターの方でね、そういう、理由が見つかりましたと、ね、TRXIC で出金できるのは入金した金額までですと、ね、原資回収後はシステムメンテナンスの名目で出金不能になりますと。すごいですね。カスタマーサポートに問い合わせると3から5日でまた出金できるようになると返されますが、個別にシステムメンテナンスなんてありえないのでということで、これも結構ね悪質で、
ね、原資回収して、まあね、いよいよ翌日から儲けになるっていうところでもう出金止められるということなので、これはね、まあそうですよね、まあ運営側からしたらそれ以上払っちゃうとねマイナスになっちゃうので、はい、ということで、もうこれを見てもね、あのポンジスキーム自転車操業だっていうのがね本当に明らかにわかると思います。はい、でもう一人の人、注意喚起が来ました。今のところ出金はできていますと、まだ原資回収になっていないからかもということで、 TRXIC はですね、原資回収した人だけが出金できないのかもしれませんね。だから原資回収まだの人はまだ出金できてるのかもしれないです。ただね、先ほどのねこの残高見る限りですね、はい、もう残高も少ないので、この残高なくなったらリチャージされるのか、それとも残高なくなったきりもうね出金ストップしてしまうのかわかんないですけれども、はい、かなりねトランザクションも多いので、もうあっという間になくなっちゃうんじゃないかと思います。はい、ということですね、こちらにねその注意喚起の動画、限定動画、 YouTube の動画があったんで見てみたらですね、こんなねメッセージを受け取ったみたいです。あなたの気分を理解することができ、カスタマーサービスは通知を受け取り、システムはあなたのアカウントが異常であることを検出し自動的にそれを凍結しますと。現金を引き出すには凍結する前に同じ金額を再チャージする必要がありますということで、これもね入金を催促している時点で、はい、危ないね自転車操業ポンジ案件だなっていうのがもうこれでね分かったと思います。はい、なのでね、こういったケース2の場合ですね、出金するのに追加で入金を求めてきたら、それはねもうポンジ確定ですと。なので絶対ね入金しないようにねお願いします。まあ元本回収できたんだからいいかっていう感じでね、ちょっとね気持ちを切り替えていただいた方がいいと思いますね。多分入金してもねその後は出金できないと思いますので、はい、こういうね入金すれば出勤させますよみたいなのはね、結構中国系のね、こういうハイプ案件でやる手口なので、絶対にね、追加入金はしないようにお願いしたいと思います。はい、ということでね、トロンマイニング案件なんですけれども、まあ、ハイプというね、ハイイールドインベストメントプログラム、まあ、高利回りの投資案件なんですけれども、まあね、ハイプの9割以上ですね、もうほとんどがもうポンジスキームを採用しています。要は自転車操業ですとね、入金してもらったものを他の人に配ってっていうのを繰り返しているので、入金が止まったらね、もう出金も止まるという仕組みになっています。はい。なので、まあね、一部、本当にね、ごく少数の方は儲かる可能性があるんですけれども、まあ、大体ほとんどの方はですね、元本回収する前に飛ばれちゃうっていうのがね、まあ、ポンジスキームのね、大体の結末だと思いますので、もしねどうしてもねやってみたいという方はね止めませんけれども、かなりね勝てる確率は低いと思ってやっていただくのがいいと思います。はい、でですね先日私の方でもね今回のトロンマイニング案件ですね、結構投資金額が 5TRX ね、日本円だと35円くらいからできるのでね、本当に数十円数百円レベルで、このポンジースキームってどういうものかということで、ね、勉強のために、まあ、数十円数百円だったら、ね、やっても出してもいいよ損してもいいよという方のためにですね、まあ、こういった動画を撮ってみましたので、まあ、これを見ながらね少額でいいのでちょっと体験してみようという方はですね、ぜひこの動画見ながら、はい、やっていただければと思います。くれぐれもね高額な金額ね、入金しないように、まあもちろんねこのハイプが好きなんだっていう人はねもう本当に止めませんけれども、はいね、大体もう元本を回収する前に飛ばれちゃうっていうのがまあ大体多い案件なので、はいね、まあそこはね皆さんの判断でやっていただけたらと思います。はい、でですね、なぜ八野はねこんなにハイプにこだわるのかというところをねちょっとね私の知人に聞かれたので、まあ、紹介したいと思いますけれども、はい、実はですね八野も過去にハイプでもう数百万円ですね溶かしています。はい、かなりでかい金額、はい、溶かしましたね。もう本当にねハイプはね一部の人しかプラスになりませんね。儲かる可能性もまあゼロではないね、本当に儲かる可能性もあるんですけれども、どちらかっていうともうほとんどの方損する可能性の方が圧倒的に高いので、そこをねわきまえた上で、はい、チャレンジしていただければと思います。でですね、私もね、ここに書いたような、これ全部ね、ハイプで飛んじゃった案件ですね。はい。で、私が一番最初にね、ハイプに、こう、
触れたのがこの D9 クラブっていうね、もう知る人ぞ知る、多分ね同じ年代くらいの5年前くらいからね、ネットビジネスとか見始めた人はやってるんじゃないかと思いますけど、 D9 クラブでまあ数百万円ね損して、あとビットクラブですね、このこれもビットコインのマイニングでこれもまあ数百万円ですね。はい、あとセナーっていう、これ私はね投資しなかったんですけれども、これもねすぐ飛んじゃいましたね。はい、あと GCG アジアですね、こちらも私誘われたんですけれどもね、もうさすがに2件くらいね数百万も損しているので、かなり慎重にいろいろ調べたところ、まあ、出るは出るはね海外の方でいろんなね悪い噂が出てきて、それでね様子を見てまあやめましたと。ただね、まあ、そういったね悲しい思いをしている人たちが海外でも多くいたので、結構ね私の方で動画を作って、もうほぼね毎日のように投稿したら、結構ねやっぱりGCG アジアやってる人がいて、で結構私の動画ね頼りにしてくれた人がいて、まあ結構ね今でも、まあ、そういう人見ていただいてると思うんですけれども、はいね、苦い思い出思い出しましたね。はい、でその後もですね、ウォートークン、 S ブロックとかプラストークンね、で去年一昨年くらいですかね、この辺は、はい、IBH、TLC ですね、あとジュビリーエースとかプランスゴールドもかなりね被害者出ましたよね。でゲインスカイもですね、私もねこれもね、うん、まあまあポンジーだろうと思いつつも、まあねとりあえずやってみるかってやってみたんですけれども、はい、飛んじゃいましたということで、こちらはですね20万くらいですかね。はい、なのでまあ数百万に比べたら大したことはないですけど、やっぱそれでもね20万もね無駄に捨てちゃったっていうのはすごく悲しい、はい、思いですということで、まあこういったね過去の経験ですね、まとめた電子書籍ありますので、まあ、興味ある方はね、こちらもね、合わせて読んでいただければと思いますけれども、基本的にですね、まあ、こういったハイプ案件ですね、この GCG アジアの時に、この投資家さんのね、ツイッターもすごく良かったんで、共有しますけれども、ね、GCG アジアに1万5000 US ドル、すごいですね、150万とかね、入れてる人、ね、今のとこ配当あるけど、いつまで続くことやらと、知人のおっさんは借金して入れてたけど、アホすぎると。ね、大半のやつはこんなんすぐ飛ぶと思ってやってるし、余剰金で遊びでやるもんだからなと、ね、いうことで、こんなね高配当が続くと誰でもバフェットの資産を超えられるし、そんなのありえんのわかるだろうと、ね、本当にこの人の言う通りだなと思って、はい、共有させていただいてます。はい、まあ、そうは言ってですもね、そうは言ってもですね、はい、ハイプのやっぱり魅力っていうのがね、やっぱり月利 10% とか 100% とかね、やっぱそういうね数字を見せられるとね、おすげえってやっぱね思っちゃうんですよね。私もね過去そう思って、まあ、こういった、ね、ハイプ案件に引っかかってしまいましたということなんですけれども、まあ、常識的に考えたらねそういうのありえないんですけども、そのやっぱ常識がね、その当時はやっぱり私も情報弱者でわからなかったというところでね騙されてしまったという経緯があります。はい、でこちらはですね GCG アジア、ね、投資して損した方、まあ儲かった方も一部いるんですけども、まあ、そういったた人たち150人くらいでしたかね、ちょっとごめんなさい数字忘れてしまったんですけども、アンケート取った結果ね、もう8割くらいがね損しているということでした。こちらもね動画残ってますので、ぜひですね興味ある人見ていただけたらと思います。じゃあですね、どうやってねそういう詐欺かどうかを見分ければいいのということで、まあ私なりのね、基準、判断基準がありまして、これ参考にねしていただけたらいいんじゃないかと思いますけれども、私のね詐欺の見分け方なんですけども、国内の、まあ、大手のサラ金業者ねありますよね。はい、でこれちょっとねとあるホームページから引用させていただいたんですけれども、結構ね有名な、テレビでもよくコマーシャルを見るサラ金業者あるんですけども、ここにね借りた場合の金利が書いてありますけども、大体どの業者も 18% くらいですね、 17.8、18、18ということで、最高で 18% ということで、まあ、年利 18% で貸しますよと、ね、これ月利に直すと、まあ、1.5% ですよと、でさらにこれ日利に直すと 0.05% ですよということで、この、ね、日利 0.05% 以上の配当が出るものはね、サラ金を超えてる運用ができると、ね、そんなことはありえないと、ね、いうことで、もしこれが成り立つんだったら、例えばね今回のマイニング案件 5% とか、ね、毎日 5% って増えてたら、サラ金に、ね、5% のうちの 0.05% 返せば、ね、4.95% 毎日儲かっていくじゃん、
そんなことでもありえないですよね。そんなことありえたらね、世の中の人みんなサラ金からお金借りて投資してっていうことができちゃいますよね。でもそんなのがありえない、ね、成り立ってないっていうのはやっぱりね、どこかおかしいと、ね、そういうふうにやっぱり思わなきゃいけないので、まあ、この数字ですね、ぜひね、覚えていただきたいんですけども、これよりも良いものって基本的にありえない、ねね、これよりも良かったらもう基本それ詐欺だとまず思うのが、まあ、詐欺に引っかからないコツかなと私はね考えています。はい、なのでね、今回のトロンマイニング案件なんですけども、まあ、日利 5% から 7% ね、まあ、これどう考えても詐欺でしょと、ね、思えば、ね、思った人はまともな人ですと、ね、逆にですね、うわすげえそんなに儲かるのみたいなね風に思った人、まあ、これ5年前の私なんですけれども、ね、まんまと引っかかってしまいましたということなので、まあね、まあ、そういう過去もあって今こうやってね、皆さんにこう詐欺に引っかからないような、ね、こう知恵を、ね、共有できればと思ってこういった動画撮って、はい、共有させていただいています。はい、ということでですね、あのハイプについてはね、本当に私もかなりね手痛いダメージを受けたので、まあ、それをこう生かしてね、皆さんにこうお伝えできればと思って、結構ねこれも2年くらい前の動画なんですけれども、はい、こういった動画もありますので、ぜひですねこういったものも参考にしながら、はい、気をつけてね取り組んでいただけたらと思います。はい、で長くなりましたけれども、最後にですね、引き続きトロンマイニング案件ですね、私がまあ人柱になって、まあ、検証しているね案件、8つの案件ですかね今ありますけれども、ま、もうこの8つの案件ね全部飛ぶまでねこうドキュメンタリーで追っていきますので、はいね、ちゃんと結末までしっかりとね動画を撮っていきたいと思いますので、はい、まあ温かく見守っていただければと思います。